ってとっても美味しいよね。ではここで問題です。ででん、この水飴は何から作ったでしょう。1番お砂糖とお水、2番リンゴとブドウ、3番じゃがいもと大根。さあどれかわかるかな。こんなに甘いんだから1番のお砂糖に決まってるやん。正解はじゃがいもと大根から作ってるんだよ。お野菜で作れちゃうの。うん、大根とじゃがいもで水飴作り。いくよキラリン、トゥインクッキングショータータイム。水飴の主な原料はね、でんぷんと麦芽だよ。麦芽？でんぷんはお米やじゃがいも、とうもろこしなどに多く含まれるよ。このでんぷんはね、ブドウ糖がたくさんつながった構造をしているよ。わわわ、つながってる。うん、このままでは甘くないんだよ。へえ。もう一つの原料、麦芽。麦芽って何？うん、その名の通り、発芽した麦だよ。麦芽には特別な働きをするタンパク質、酵素が含まれているんだよ。酵素にはたくさん種類があるんだけど、今回活躍するのはアミラーゼ。アミラーゼはね、でんぷんを細かくチョキチョキ切って切断する働きがあるんだ。チョキチョキ切るの？うん、切断、チョキチョキ切断されるとね、ドゥイン、麦芽糖になるよ。麦芽糖。うん、そうなるとね、甘くなるんだ。甘くなるな。この甘さがね、水飴につながってくるよ。ご飯をたくさん噛んでいると口の中でだんだん甘くなってこない？うんうん、甘くなる、うん、これはね、唾液に含まれる消化酵素アミラーゼが働いているからだよ。アミラーゼ？うん、アミラーゼが働いてご飯のでんぷんをブドウ糖に変えて胃で消化されやすい状態にしてくれるんだ。すごいすごい。すごいよね。このブドウ糖はね、みんなのエネルギーになって体を動かしてくれたり、脳を活発に働かせてくれるよ。うん、よく噛んで食べることは大切なんだね。でんぷんはじゃがいもで。じゃがいも。麦芽のアミラーゼの代わりに、じゃじゃーん、大根。大根に含まれるアミラーゼで水飴を作ってみるよ。甘くないお野菜同士で甘い水飴できるのかな。はい、じゃがいも。なんか、じゃがいもを洗うよ。よし、ピーラーで皮を剥くよ。ほい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 。手も切らないように気をつけてね。はい、じゃがいもの芽を取っていくよ。包丁の刃元の部分でくるっとくり抜くとやりやすいよ。くりくりくり、ポン。じゃがいもの芽にはね、ソラニンという毒が含まれているよ。そうなの？しっかり取らないとね。それでは、じゃがいもを細かくすりおろしていくよ。はいはい。よし、手まですらないように気をつけてね。すり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 、よいしょよいしょ。じゃじゃーん、できたよ。すりおろし完了。わわー、じゃがいもの色がピンクっぽくなってきた、うん、なんでだろう。リンゴも皮を剥いてそのままにしておくと色が変わるよね。それと同じことだよ。じゃがいもの中のポリフェノールが空気中の酸素と反応して化学反応を起こしているからだよ。すごいすごい、ポリフェノールパワー、うん、よし、次はじゃがいもの中のでんぷんを取り出すよ。ガーゼを用意するよ。すりおろしたじゃがいもをガーゼで包むよ。取り出すよ、でんぷんさん。はい、そしたら水を張った容器を用意するよ。このすりおろしたじゃがいもを水を張ったボウルに入れるよ。はい、ガーゼをね、優しく揉んだり絞ったり振ったりしてでんぷんを取り出していくよ。ふりふりふり、もみもみ、気持ちいい。ね、どんどん濁ってきたね。優しく絞るよ。ぎゅうぎゅう絞るよ。よし、たくさん絞ったよ。わー、ピンクの液だ、ポリフェノールパワー。ででーん、じゃがいもの絞りかすだ。もったいないから後でお料理に使うよ。うんうん、もったいない。ピンク色で綺麗だね。このまま10分くらい放置してどうなるか観察してみるよ。みんなはどうなると思う？わわー、どんどん下の方が白くなってきたよ。ん？10分くらい経ったよ。何やら下に白いものが溜まっているように見えるよ。そしたら上の茶色液をそーっと流してみるよ。何やら白いものが
よい、そしたらここにまた新しいお水を入れてかき混ぜるよ。混ぜ混ぜ。新しいお水を入れてかき混ぜてまた沈殿させてをね、繰り返すことで綺麗なでんぷんを取り出していくよ。あと3回同じ作業を繰り返すよ。わー、上が透明になってきたよ。繰り返し。よし、3回頑張るよ。わー、だんだん透明になってくる。綺麗だな。じゃじゃーん、これがじゃがいものでんぷん片栗粉だよ。わわー、これがいつも使ってる片栗粉か。ね、立派な大根だね。イエーイ。大根は 300g ぐらい使うよ。大根の葉っぱの部分はね、とっても栄養があるからね、お料理にぜひ使ってね。大根の皮を剥くよ。大根1本使い切りレシピ、たくさん作ったよね。じゃあこの皮は後でチヂミにしよっか。うん、みんなも見てみてね。見てみてね。よし、大根をすりおろしていくよ。でもすらないように気をつけるよ。大根のすりおろし完了。そしたらね、こういうガーゼを使って大根の絞り汁とカスに分けていくよ。わー、ぎゅうぎゅうぎゅう、いっぱい出る。大根の水がたくさん出てきたよ。よし、絞り汁たくさん、大根のカスね、お味噌汁に入れよっか後でね。イエーイ、うん。取り出したじゃがいものでんぷんとお水を混ぜ合わせて加熱していくよ。お水 500ml。 お鍋に入れるよ。はい、 500ml 入れるよ。火にかけていくよ。中火にかけるよ。あわー、トロトロしてきたよ。透明になってきたよ。これがでんぷんのりだよ。でんぷんのり？はい、こんな感じでね、でんぷんが透明になってとろっと粘り気が出てきたら火から下ろすよ。見て見て、綺麗なでんぷんのり、全く甘くないよ。本当に水飴できるのかな。で、先ほど頑張って絞った大根の絞り汁を温めていくよ。大根に含まれる酵素はね、温かいほど働きが活発になるよ。温かい方が好きなんだね。うん、でもね、高温には弱いから約65度くらいがベストだよ。65度。はーい、中火にかけるよ。はい、点火。温度計で測るべし。オッケー。はい、そしたら粗熱が取れたでんぷんのりに65度に温めた大根の絞り汁を入れていくよ。はい、そしたら全体が均一になるように手早く混ぜていくよ。手早く混ぜ混ぜ。あれれ、お、ちょっとね、サラッとしてきたね。ドロンとしてたけど少しサラサラしてきたかな。よし、そしたら混ぜ合わせた液を保温の瓶などに入れるよ。このね、保温の瓶はあらかじめね、ちょっと温めておくのがおすすめだよ。ほう、酵素が働いてくれる温度を保つためだよ。この状態でね、8時間待つよ。8時間。うん、8時間。休みなさい。8時間後。ディン、はい、8時間経ったよ。8時間経ったよ。よし、じゃあどうなってるか見てみようか。ほっ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 、およよよ、大根の香りがするよ。わぁ、お水みたいにサラサラになってる。液体になってる。わぁ、お水みたいになったよ。ねえ、さっきのね、でんぷんのりの時のとろみは全くないね。うん、サラサラのお水みたいだ。でもね、濁ってるね。甘くなってるかな、気になるね。チェックしてみよう。ちょっと味見してみようかな。ほう、ほんのり甘い。水飴ではないね。大根ジュースみたいな。うん、まだね、全然水飴ではないね。じゃん、うがい薬。うがい薬。要素が入っているうがい薬はでんぷんと出会うと茶色から青紫色に変化するよ。
この反応のことを要素でんぷん反応というよ。要素でんぷん反応？じゃあじゃがいもから取り出したでんぷんのりにうがい薬を垂らすとどうなるかな？どうなるかな？はい。うわー、わわわー、うわー、うわー、青紫色になったよ。青紫色に変化しました。でんぷんがあるってことだね。はい、これはじゃがいものでんぷんのりに大根の絞り汁を加えて8時間寝かせたものだよ。なんと液体がサラサラになっているね。さて、これにうがい薬を加えてみるよ。さっきと違ってどうなるかな。色が変わったらでんぷんがあるってことだね。色が変わらないってことはでんぷんがないってことだね。ふむふむ、どうなるかな。じゃあ入れてみるよ。3、2、1、茶色のままだ。青紫色に変化しないよ。でんぷんがないってことだね。すごいすごい。でんぷんがアミラーゼパワーで細かく切断されて麦芽糖に変身したってことだね。でんぷんを細かく切ってくれたんだね。比べてみると全然違うね。アミラーゼパワー。はい、じゃあお鍋に液を入れて煮詰めていくよ。わー、ラストスパート。中火にかけるよ。楽しみだな。ね、ふつふつしてきたね。もっともっと水分を飛ばしていくよ。温めてるとね、アクが出てくるのでお玉などで取り除くよ。丁寧に取るよ。ちょっとね、ネバーっとしてきたかな。とろみがついてきたかな。最初の状態と全然違うね。うんうん。焦げないように弱火にしてさらに煮詰めていくよ。水分たんでけ。今は熱いのでとろみが柔らかいけど冷めると固くなるよ。この固さはお好みで調節してね。焦げないように気をつけるよ。線が引けるようになってきたよ。うん、いい匂いがしてきたよ。よし、これくらいで OK。 出来上がりだよ。と大根で作った水飴、とろとろ、とってもキラキラしています。わあ、テリテリ。うん、大根の香ばしい香りがします。大根もじゃがいももどっちも甘くないよね。さて、甘くなっているのか。いただきます。いただきます。ドキ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 。うーん、甘い甘い甘い。わあ、おいしい。甘い、びっくり。トゥインクルさんのキラキラ血糖値が爆上がりしたよ。ピューって。わお、大根の香りと風味がね、いい感じに残ってるよ。お野菜の自然な甘さ、優しい味がするよ。いや、感動だね。これね、子供も楽しいしね、大人も楽しい。本当に甘くなるのかなってね、8時間も待ってね、たくさんすりおろしてね、手間暇かけて、本当に甘くなっててびっくり。コクもあって美味しいよ。大成功。お正月にお餅を食べ過ぎちゃって胃の調子が悪かった時に、おばあちゃんに大根足を食べるといいよって言われて食べたら本当にすっきりしたことがあったな。うん、大根に含まれる酵素アミラーゼが消化を助けてくれたんだね。そうか、大根足が消化を助けてくれたんだね。ご飯を食べたら体の中でも同じことが起きているんだもんね。アミラーゼパワーだ。あとはね、胃腸薬にも大根と同じ成分が入っているんだよ。すごいすごい。他のお野菜でやったらどうなるかな。さつまいもやトウモロコシなどもでんぷんが多く含まれるよ。さつまいも。あとはアミラーゼが多く含まれるお野菜、カブや人参、山芋もアミラーゼが多く含まれるよ。人参。いろんな野菜でやったら楽しそうだね。うわー、楽しそう。赤いカブや紫の大根、他の色のお野菜でやったらどうなるかな。紫大根でも作ってみたよ。うん、紫の大根をすりおろすよ。紫の大根をすりすり。片栗粉ででんぷんのりを作るよ。でんぷんのりが70度くらいになったら大根おろしの絞り汁を加えるよ。保温瓶で5時間ほど放置しよう。ママ、サラサラになってるね。
キを煮詰めたら完成だよ。わー、赤色の水飴、紫色で綺麗だね。いろんな色で水飴作ってみたいね。楽しみだな。いや、夢が広がるな。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日作ったお野菜パワーで作る水飴、本当にね感動するからね、ぜひみんなもやってみてほしいな。うん、とっても感動するよ。うん、そうだね。みんなの作ってみたいお料理もトゥインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバーイ。バイバーイ。キラキラリン。トゥイン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。下だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は